池田本源氏物語は、源氏物語の写本である。東園文小僧、源氏物語、伝二条ため筆、源氏物語などとも呼ばれる。池田機関が、源氏物語の広報を作るために、源氏物語の写本を収集する過程で、その所蔵となった、源氏物語の写本である。東園文小僧、源氏物語の名前で一部の巻が、 好位源氏物語及び源氏物語体制の定本として採用されている。戦時中よく不明になったとされたものの、古書籍証公文書反町修行の手を経て、現在は天理大学天理図書館の所蔵になっており、かつて池田機関の所蔵であったことから、現在一般には池田本の名で呼ばれている。2018年に国の重要文化財に指定された。 本社本は、源氏物語全54条のうち、花散る里,里と柏木の2条が欠けており、母木木とうつせみ、よもぎゅうと関や、とこなつとかがりびがそれぞれ合殺されているため52巻49冊で構成されている。そのうち柏木、あずまや、かげろう、手習いの4条が、構成の保者、または、取り合わせとみられ、それ以外の45条が、 鎌倉時代の書者とされる。鎌倉時代の書者とされる部分は、皇室36巻と乙筆12巻の二筆に分かれており、書者者として大部分が二条ためきであるとされており、その他に二条、ためうじや藤原孝能らの名前が挙げられている。本社本の東屋やと手習いの本文は別本とされるが、それ以外の巻の本文は、青表紙本の系統に属するとされる。 青表紙本の部分については、全般的に、名遊本や大島本に近い本文を持っており、池田機関は、大島本に次ぐとしている。ただし、手習い巻の本文を別本とすることについては、疑問が出されている。行為源氏物語及び、源氏物語体制行為編では、その大部分で定本とされている大島本画の四条については、この池田本を定本に採用しており、 その他の巻については、池田本を意味する地の写本記号で、青病紙本系統の競合本の一つに採用されている。また、現氏物語別本集成族でも競合対象に取り上げられている。ありがとうございます。